はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回も波動作者でやっていきたいと思います。で、今回は投手で、やっていきます。で、デッキの方は、モテモテですねデッキがモテモテじゃないんだけど、デッキはこんな感じです。まず急速キャラでキバとアフロイカリ、変化球で、ミコアオイちゃんで、コントロールで、水着みずきちゃんをお借りしてます。で、彼女キャラは、コンノちゃんとレンちゃんで行きますと。で、レンちゃんはね、やっぱり彼女にした時に、井戸端会議で評価が下がらないっていうところがめちゃでかいですね。もうケアに時間が、かからなくていいっていうところがだいぶ助けられるので、レンちゃんは彼女にしていきます。で、投手の場合はレンちゃん彼女にしないと金徳がもらえるんですけれども、まあ、金徳とかね全く関係ないんで、投手ですけれどもレンちゃんは彼女に、していきますという方向でやっていきましょう。まずは練習ですね。みずきちゃんがいて、監督とアフロイカリか、どうしようかな。まあ、監督もいるし、変化球でいきますか。あんまりいい練習がなかったね、一番最初は。で、体力回復をしてくれる自己紹介が2人いるので、まあ、多少強引にやっていっても大丈夫かな。怒り守る、リリースは無理だねこのポイントは無理だわ。リリースコツはね本当に潰しておきたいんですけど、よしよしよし。おお、11も上がるんだ。これ多分2回くらい練習すれば評価乗るんじゃないか。レンちゃんもね回復してくれるんで、これもう体力マックスにほぼなるね。ほぼっていうか体力マックスかも。コンノちゃんがいて、ただ3人いるね。ここ、こういうねちょっとバランスのね悪いのね困るんだよね。どうしようかな。モテモテだから大丈夫だと思うんだよね。ここはちょっと3人は評価上げ美味しいからな。で、今回は練習ではやっぱりその球速を重ねてっていうところで、まあどれだけポイントが稼げるかというところですね。キバとアフロイカリがダブルタックとか来てくれればいいんですけど、ここはレンちゃん、みずきちゃんでいきますか。あとね、水着みずきちゃんのその水着イベント早めに来てくれるとね、チームメイト評価10上がるやつがあるんで、それがね早めに来てくれると嬉しいんですけど、まだいけますね。練習は 1% とかあるけど、キバかイカリか。そうだな、ここはキバとアフロイカリの評価を上げて、なるべく早めに急速タックを組めるようにしましょう。ようやく自己紹介かあれでも前と後のバランスはね確か 3-3 できてるはずなんで、で、レンちゃん前でしょ、で、キバも前でしょ、で、肉でしょ、で、みずきちゃんも前でしょ。他が、アットだったと思うんで、アフロイカリは乗りましたね。どうしようかな、スタミナ。あ、でも、結構、筋力ポイントもらえるね。で、水着みずきちゃんは、確かテーブルが、精神ポイントの基礎ポイントアップみたいなのが、あったはずなんですよね。見てみましょう。あ、そうそうそう、水際の小悪魔で精神ボーナスの効果があるので、アフロイカリの筋力ボーナスと合わせて、まあ、それなりにポイントがもらえますね。これはまあスタミナでいきますか。どうよ俺のスタミナ。ていうかさ、スタミナってさ、これずーっと多分ランニングとかしてるんだよね。あ、これ回復しましょう。怒りの評価は下がるけど、もう練習をしていきたいけど下げられた、下げられて、コンノちゃんがメンタルにいますね。10でしょ、10。おお、練習後のイベントが起きなかった。で、ライジングキャノンはもう勝手に進んでいくんで、まあ、特に気にする必要もなく。で、レンちゃんイベントで評価が上がっていくんで、これもう乗るんじゃない、そろそろ。いや、俺もね昨日ね、まあ、ツイッターとかでも
昨日その飲み会でっていうのをあげたんですけど、昨日はちょっとね飲みすぎてね、本当にね今ね胃が重いっていうか。あ、レンちゃんは乗りましたね。レンちゃん乗ったけど、ここ葵ちゃんと瑞希ちゃんがいますね。どうしよう、今野ちゃんもあげときたいんだけどな。一応2人体制にしておきたい、告白は。あ、でも大丈夫か、大丈夫か、大丈夫かばっかりだけど。変化球いこう。ちょっとねなんかね声の出もねなんか悪い気がするんすよね。なんか声が張らないっていうか。でマックスまで多分デートはしないんで、ある程度評価も高めにしておきたいですね。で告白イベントが来たから、まあ、今野ちゃんはどうしようかな。2回告白でいきますか。そうすると、本当はねもうレンちゃんとかね、いやリアルだったらちょっと俺はね遠慮しますねちょっとこういうキャラはね苦手だな。でスタミナ 1% で今野ちゃんいて、アフロ怒りがいるんで、とりあえずリリースはまずもう絶対潰しておいて、タイピンとかはね無理だよね。アフロ怒りちょっと使うの久々だから。あ、タイピン重い球逃げ球尻上がり、そう増えてるんですよねコツが、普通の怒りくんと比べて。まあ、普通の育成の時には、まあ、重い球とかね結構役立ったりするんでいいんですけれども、今回に至っては、まあ、邪魔ですねただポイントをくれるとありがたい。やる気を上げてやる気を下げられる練習の鬼、これは回復しておくか。いやーでもなー、回復イベントはそれなりにあるからな。でも牙前イベでしょってことは続かないから、続かないから回復しておこう。後イベ回復、前イベ回復で、その前イベの回復が無駄になることがあるんで、そういうところもねちょっと計算しつつ、これどうしよっかな。牙だな。急速タックができるように、いいねいいね。回復イベントが結構前半に来てるね。で瑞希ちゃんも回復と。だからこれでさっきの後イベで全回復しちゃうと、こういう前イベのね回復イベントがちょっと無駄になっちゃう。気はまだ乗らないか。どうしてもね葵ちゃんですよね。そう最初もねこれポイントくれないっていうところがなんとも。で瑞希ちゃんに関してはクロスファイヤーなんで、クロスファイヤーってこのポイントで潰せるのか。潰せない、技術が1足りないまあしょうがないよね。変化球ちなみに見るだけ見よう。今野ちゃんまあ乗ってるか。牙、まだ牙ダメか。牙って初期評価いくつだっけ。あんまり初期評価気にしたことないけど、まあ、クロスファイヤーは潰しましょう。牙も持ってるんでね。さてここからみんなに火がついて、これはちょっと無理だね。うおーマジかよー、これ 44% か。 44% は相当だよな。いやでもねサクチャレとかってこういうのね試す価値はねあると思うんですよね。こういう 44% プラスコツ乗り切って点数をね叩き出すと。いくぜ、いきますよ。まあそうなるよね分かってるよそれは。こういうことをしないと多分マックス経験点はね出ないっていう。で今野ちゃんが回復してくれると、ちょ君石遅いよここで今野ちゃんが回復してくれてればさっきのができたのに。まあまだ前半なんで気を取り直していきましょう。爆速どうすっかな。マイベーはねもう切る必要はないから進めていくか。
くらい経験点もらえるっけ、まあ、とりあえず体力減らずに経験点はもらえましたと。でちなみにさっき怪我したのってさ、オーバーヒートみんな消えちゃったのかな。監督評価低く、あ、いいや、やっぱり筋力がだいぶ増えてきたな。今野ちゃん、まあまだ全然11月なんでね、じゃあねさよなら。あ、緩急もらえるのか、これ緩急潰しちゃおう、まあ、葵ちゃんがいるんで。おお、いいねいいね、回復はしてくれる。まあこれはこれでいきますか、一応全部見て、うん、これでいきましょう。アフロ怒り、重い球は取れるよね。でも重い球は取っておこう、緩急を取って、重い球、尻上がりがそうすると取れない、技術がどうしても足りないよね。よし、でもまあこれは一応2人オーバーヒートでよしとしましょう。逃げ球で回復、いやー本当にありがたい。で特に何にもない、何にもない。ここは号令をかけよう、11月4週なんで。何にもない、何にもないぞレンちゃんのラブパワーを狙いますか。レンちゃん、そういえばラブパワー継続率アップみたいなのもありますよね。ラブパワーにならなかったけど、もうどん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 回復していこう。鉄骨、牙、ジャイロボールとか取れるのかな。もう伸びとかはねもう絶対無理なんで、ジャイロボール取れるか。逃げ玉まず、いやー待って、逃げ玉置いとくか。別にコツが来てるわけじゃないんで、ジャイロボールを先に潰しておこう。これで守備練、うん、練習か。さてさてさて、アフロの力もまあ1回進めて調べて、これは失敗したってことね。成功してソニックライジングを拒否すると確かそれなりに経験点がもらえたと思ったんですよね。で基本的に今回いるキャラってオリヘンとかオリスト取ると確か経験点全然くんないんですよね。みずきちゃんとかもクレッセントムーン取るとクレッセントムーンを覚えるだけなんで、ここはデートしておこう。レンちゃんとソニックライジングもソニックライジングを覚えたっていうだけで経験点はなかったはずなんで、最終的に断ると。でみずきちゃんは2回目のイベントで切ろうとしても結構ねマイナスになるんですよね。だったらもう3回目まで進めちゃってっていうのもありかなと。イベント数自体は圧迫してる感じじゃないんで、もうここら辺に来ると火消しをねしたいんだよね本当は。どん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 火をつけてまた主人公に放火魔になってもらうと。でもまあ怪我率がねちょっと厳しいんで、もう一回デートしよう。あ、12月3週だね、そういえばやる気が下がった、察してやる気を下げられた。このクリスマスに来てどんどんやる気が下がっていく。このクマちゃんって何だ、これは何、盗聴器が入ってるってこと。で盗聴器を聞いて、寝れないっていうのが分かったからアロマキャンドルを持ってきてくれたと。そういうことなのかな、ちょっと分からんわマジでで葵ちゃんに関してはもう緩急は潰してあるのでそのまま練習しましょう。で巫女さん、何か手伝おう。うん、ポイントをもらってやる気を上げて、でさらにここで大吉、いやマジリアル大吉ね
リアル大吉が出てくれれば体力はマックスになると。ここら辺をちょっとうまくやっていかないとあれ何だった、もういいや。重い玉、ここでも重い玉掴めるんだね。コンノちゃんがいるんで、まあ、やっていきましょう。ラブパワー、ラブパワー、何にもない。で、メンタルを見ても特に何にもないしな、号令をかけてもなっていうところだからな。ちょっとデートしていきますか。まあ、レンちゃんはデートで経験点タイプだったよね。いや、やっぱりね、レンちゃんはね、俺は無理だわ上から目線だけど俺無理だわ。ほんとね、多分疲れるんすよね。コンノちゃんだね、ちょっとコンノちゃんにしよう。おー、いいね、体力を回復してくれる。やっぱりね、癒しよ、癒し、女性はね、癒しよ、一緒にいてね、癒される子がいいよ。牙、これさ、伸びとか、伸びってでも意外にさ、技術使うんだよね。うわ、93とか、マジか。低めもまあなんとなく取っとこう。で、逃げ玉も取っとこう。そして牙と練習をしますか。伸び、伸び3で取れるかな。そうすると、うん、牙の評価は別に下げてもいいかな。あ、でもチームメート評価を上げる必要もないか。どうなんだろうな、これは。まあ、今の時期だったらどっちでもいいかなっていうところかな。よしよし、結構火をつけたね。で、この状態でバレンタインもまあ近いからな。2人、まあ、コツあり牙でいくか。伸びはいけるね。よし、取ろう。で、技術ポイントが入るんで、ここはこの2人でいいでしょう。そうか、星井くんとの勝負のために変化球を覚えておかないとね。変化球は、やっぱりフォークがね、俺は使いやすいと思うんだよね。一応練習は見つつ、うわ、こういう美味しいところがなんで来るかな。21% か、多分今野ちゃんがいるからパーセンテージ下がってんだろうな。やるか、もうこういうのやるしかないよね。来たー、とりあえずは来たさあ、そしてバレンタインで回復をしていただきたいけど、ここら辺のちょい削ってくるのが痛いな。まだね、みずきちゃんのイベントがね、進んでないからね。いや、今野ちゃん回復してくれるねっていうかさ、コンノちゃんの方が評価高いんだま、別にいいんだけど。これは変化球かって言われたら、牙ってあと何持ってたっけ。伸び取った、ジャイロボール取った、重い球取った、クロファイ取った。これはコツでいきましょう。ポイントをもらって、おー、いいねいいね、コンノちゃんマジいいわ本当に本当癒されるわ。みずきちゃんかアフロイカリか、これはみずきちゃんでいきましょう。まあ、変化球ポイントももうちょっと欲しいよね。フォーク5とかにしたい、こう空振りを誘うために。よしよし、気をつけろ。泳ぎたい。さてさて、これが水着イベントですね。今どう考えてもさ、2月とかね、プールはね、精神ポイントがね上がるんだけど、体力がねどうしても下がっちゃうんすよね。どうしようかな。かといってな、泳ぐの嫌だなーっていうのもねあれだしな。
海ってちょっとね見てもねパターン A パターン B パターン C としか書いてないんですよ。これなんだろうね、多分時期によって変わると思うんだけど、まあ、とりあえずプールでいっか。待って見よう。今回の練習を提案しただけのこと。あ、練習で何水着になるってこと。あ、でもまあ遊びたいだけだよね。ちょっと邪魔って。危機迫るクロール。ああ、なるほど。これで泳いで、うおー、30% かよ。もうこんなんばっかだな。メンタル、いや、これは安全にしょうがないよね。まだ結構みんな燃えてるんで、何人いる ?8 人燃えてるから、メンタルで安全に騎馬からポイントをもらおう。2回怪我するっていうのはね、ちょっと、経験点的に厳しいものがあるからな。さて、とりあえずフォークを投げまくる。ストレートはね結構危険なんだよね。で、なんていうの、普通だったら同じ球ばっかり投げるのってかなり危険だと思うんだけど、所詮コンピューターだからね。打たれた。で、あと今あれですよね、そのパワープロチャンピオンシップ、あの2016の方なんですけど、あれでもなんかサクセス杯みたいなのやってるじゃないですか。で、参加するとポイントによって大丈夫 PR 博士像とかがもらえたりするんですけど、あれまだあれ一回もやってないんですよね。やっぱりあれって対人戦だから、あの本当に隅ばっかり投げてると打たれるとかね、あの同じ投球ばっかりやってるとポンポン持ってかれるっていうのをよく聞きますね。で、これでどんくらい、うわ27、あ、でもまあ28もらえるけど、ジャイロボールのこととかマジいらんわ。そして体力を削られたから、どうしよう、今度ちゃんとデートしよう、癒してもらおう。レンちゃんって、レンちゃんの回復系のイベントがあんまり把握できてないからな。で、ちょっと監督評価マジやばいでしょこれ。で、まあマネージャー追加も、まあ、多分適当でいいよねこれ。騎馬妹がね入れてればね、騎馬妹の評価が上がるやつで全然いいんですけど。で、タッグが来てコントロール、水木ちゃん黒パイは潰してあると。一応こっちも見よう。まあ無理に消す必要はないかな、ちょうど燃え移ったし。でポイントをもらいましょうと。で勝負だと。本塁打現金とかさ、まあ、サクセス中ではあんまり必要ないよね。コントロール、まあ、最終的にはどこまで上がるかな。うおー、持ってかれた。やはりフォークだけは危険だ。危ない危ない危ない、あれが抜けていたら負けてたな。あ、もう負けた。一球種だけはやっぱり危険か。さようなら星くん。クレッセントムーン、これはマジで体力を持ってかれるぞ。27。一応メンタルを見るけど誰もいないと。バーニングでも4人か今で。体力を回復したいんで、ちょっとコンノちゃんとデートをしていきましょう。レンちゃんはねもう体力回復しないんで、まあ、とりあえずポイントはくれるから、もう本当に何もやることないってなった時にデートをしましょう。これどうしよっかな、マリンボールとかいんない気がするんだよね。視点を変えようって調子安定とかだったっけ。諦めるなって、ポイントいっぱいくれるのかな。とにかく練習してリリースくれそうだな。うん、あるけど、ほらね。まあとりあえず気合を入れてもらって、体力管理が厳しいね。ちょっと待って、
一応続けるけどこれ27下がるんだよね。このクレッセントムーンイベントがねちょっときついよな。でメンタル3人いる、まあ、それなりにもらえるか。で騎馬もいるんでこれはちょっとメンタルをやっておこう。で3人火消ししたからまた火付け盗賊改め方になってもらおう。これあれだね、小平くんとかもしかしたらいいかもしれないね。ちょっと筋力を使っていきますか。コントロール D くらいは欲しいんだけどな。やっぱり球速もなんか140ないとちょっと試合で打たれたりしちゃうんで。でスタミナもあった方がいいでしょそりゃ。でここはもう練習できねえから今度ちゃんとデートをしよう。なんかデートとか普通に完走しそうだな。俺には美咲がいるから。いやそう言うでしょ普通。尻上がり潰せるね。あれ尻上がり取ったっけなんか忘れた。ちょっと見てみよう。あ尻上がり取ろう。イカリくんがね尻上がり持ってるんで。で葵ちゃん、そういえばイカリあんまりコツ来てないね。コツ率 50% アップなんだけど。なんで注意力3万だぞとかひどくないか。監督評価ちょっとまずいぞこれ。球速はまあ別にって感じだからな。もう最近デートしまくってんな。そりゃ監督にも怒られるわ。1ヶ月に2回くらいデートしてるからね。のちゃんってその60とかさ50とか回復するの確かないんだっけ。よしちょっとでもポイントを稼ぎたい。監督か。ちょっと監督一回やっとこう。これはで監督の追加が入ってくれれば。うんいい集中力だって。この前と言ってることが全く逆だな。怒られて集中したのかな。すげえ放火したな。よしよしよし。これはまあできたはできたけど別にいらんす。うん体力の消費を抑えて。おお 54% か。まだまあ光ってるから、みんな光ってるから。光ってるっていうかオーバーヒートしてるからね。安全に行こう安全に。もしかしたら4人5人とかも発生してくれるかもしれないんで次の週に。うんいいね経験点もくれる。まあリリーフだよね。これは一応自操作しましょう。でフォークをもう一個上げておいて。で2球種目カーブを取っとこう。不屈の魂とかな。でも打たれ強さとかいないからね。3点取れ。これあれ騎馬だよね。でも俺出た。あ騎馬が投げ切ったっぽいな。俺の出番はなかった。あれ出たんだ。ってことは先発がなんか怒りとかそういう感じだったのかな。おおいいねいいね。そうよこういうのを待ってたのよ。やろう。ただ今野ちゃんのおお来た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 。デートが終わってしまった。しまった今野ちゃんデートが終わったところで来てしまったか。でレンちゃんは下がんないんで。レンちゃんは下がんないんでこれもまあまあなかなかいいんだけどな。デート1回しておくか。ここで喫茶店とか出てきてくれれば全然いいんで。よしよしよ OKOK。 あとは1回適当に一緒に練習すれば大丈夫でしょう。スタミナ怒りくんがいるね。怒りのコツは全部抑えたかな。タイピンか。タイピンを取ってない。
タイピンはでも取れるはず。よし、オッケー。では2人、もう1人いるとな、多分ちょっと違ったんだろうね。で、何にもない、何にもないと。燃えてる人は1人、まあ、ほっとけば多分また主人公が降下してくれるから、ここはレンちゃんとデートをして経験点をもらいましょう。ちょっと待てよどうするよこれ。レンちゃんってゲーセンとか行くの？映画見る？映画ってなんか選択肢とか出るんだっけ？うわ、出たー。これ恋愛ものだな、レンちゃんは。愛のラブストーリーって何？かぶってねなんて言ってる？もっとうまくやりますよ。体力回復しただけか。なんか経験点欲しかったな。いや、ただここで火付け盗賊改め方が来て放火をして、いや別にさ、火付け盗賊はさ放火をする係じゃないからねこれはコントロールだな。よし、よくやった。体力が残ってたのはでかいね。で、まだ6人。お、いいねいいねいいね。スタミナでまあこれだけもらえればでかいでしょう。かつ葵ちゃんのコントロールももらえると、まあ、レンちゃん体力回復ができて結果オーライといったところかな。でもう6月か。これはちょっと変化球が欲しい。で再びタックか。 7% か。もう絶対怪我したくないんだよな。で葵ちゃんって別に巫女なんで固有がないじゃないですか。だから無理してねタッグを組む必要もないと思うんですよね。レンちゃんとデートして、でここって体力下げられたっけで、ここはちょっとどうしようかなというところですねやる気が下げられるだけか。でまた火付け盗賊改め方が来て、いや別に火付け盗賊をディスってるわけじゃないんですけど、これはもうでもスタミナやるしかないでしょう。まあ怪我率は 0% なんで特に問題はないですね。碇くんのコツももらえるんで、これはスタミナ一択でいきましょう。いや最初のね練習しくったっていうところがちょっと痛いですけど、あとは試合ね試合にね勝てるかどうかっていうところなんですよね。ピンちゃんでいくか。これピンちゃんでいきましょう。もうサクッとは波動はねほんと信頼できないんで、とりあえずコントロールは D まで上げて、スタミナは B まで上げて急速で押していくか。技術が足りないで、フォークをメインに時折カーブを混ぜると。よし、これでいこう。で決め球はフォークなんで下に落とす。浅はかだな大丈夫かな。いきなり打たれてるからな。あ、違う違う違う、こっちか。これ打ちたかったな。いや無理だいいねいいね、チャンスを。石黒くんミートが低いけどパワーがある。今ルイに出てるのって誰？スワベ君。足速くね。とりあえず1点、あとはこれを死守する。おお、俺だ、パワー G の力を見ろ。しょぼすぎでしょ。でちょっと雨が降ってきたんで洗濯物を取り込んで、きましたと。ミートはあるけどパワーがない。そんな偏ってるやつらばっかだな。ヤペ君はチャンスに弱いと。あれちょっと待って、これ点取りすぎるとさでもやばいよね。投手はねもう投げ切らないと点数にならないからね、そもそも。ん、インフィールドフライか。ちょタイピンも持ってるからな。カーブ1でもそれなりに曲がるはずだ。一回フォークを落とそうと思ったけど入っちゃった。高めを2回見せてからのフォークで落とす。
えノーアウトだったの。ノーアウト三塁とかさ結構あるからね。本当にさどういう投球をしてるのかさこのコンピューターが見たいよね。どういう風に打たれてさこういう場面になったのかみたいな。ハードラックだしこいつ。ラッキーボーイとか効果がね分かんないんですよね。なんか特殊能力が発動したりするのかな。よしとりあえずでも投げ切ってんな。頑張って。スタミナもまだ全然残ってるしね。しかもさ尻上がりがある。そういえばピンちゃんって最後自分で全部動かすんだっけ。危ない。ゲッツーで締めたいけどね。こいつ打開持ってる。マジか。トムラ君際どいね。いいね。外れたかなと思ったけど入ったわ。そうあとなんだっけそのチャンピオンシップね対角線マンっていう。いや俺みたいなやつですよね。対角線上に投げるみたいな。そういう人も結構打たれやすいみたいですね。で体力的にちょっとやばいよねやっぱり。2人どうするかな。こんのちゃんともう一回デートしてみる。寝る。こんのちゃんってそもそもさ、そうだよねこれだよね。いやもう7月の3週だからな。怖いのは怖いんだよな。球速かコントロールかって言ったらこれはちょっとコントロールにしとく。40技術欲しいからな。なんだかんだでポイント的にはここで結局44もらえるから55、6、7結構もらえんね。ここもでもねまあいいや。スタミナでいこう。経験点をちょっとでも稼いでいこう。でこれでパワコーに負けると全てが終わる。てかもうサクチャレはね甲子園までいけないと終わるからね。ピンチャンでいこう。まずは必ず勝つと。で変化球もカーブを上げておこう。でもさ普通の高校生ってさどれくらいの能力なんだろうね。多分高校生で140キロ超えるって言ったらすごい方だと思うんだよね。沢村とかって多分130キロ出ないじゃない。沢村ってダイヤのエースの方の沢村ね。その実在の人物じゃなくて。ウドはな、パワーヒッター持ってるからな。ジャストミートされると持ってかれるんだよね。三振持ってるとはいえ。先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁になってんな。やべ。スバルもやべも。第2球投げた。ほら早かったか。ちょっと早かったか。第3球を投げました。打った。ちょっとずれたか。そしてやばい。ここは点を取っておきたい。ランナー一人置いて迎えた。金原は初球ミートがでかいから。まずは初回先制。よし水鳥なってお前100機ねんだよこんなに。まずは見送りました。だいたいさこのさ。甲子園がさかかったさ試合でさやる気がないってどういうことなの。おかしくないか。この地方大会決勝戦でさ俺マジやる気ねえわみたいな。お前もうチームにいらんっていう。よし来るで。次は5球目方向。おお引っ掛けた。カーブを際どいところに決める。持ってかれたけど危ない危ない。小田切君はミートがでかいからな、まあ、どっちかっていうとねミートでかい人とかねアベレージヒッターとかのねキャラは嫌ですね。友沢はもう最高に嫌だ。激闘第一のとりあえずカーブ投げて一回外して
よしよしよし、走られてるね。だいぶ水鳥って肩どうなんだっけ、あんまり強くなさそうだよな。セルマナー1点しか、第3球を投げた、あれがないかな、もう1点欲しいけど取られたか。ギャル気のない水鳥、完全に外れた、大きく外れました。投げた、いったか、これはでも1、2塁ツーアウトランナー1塁2塁という場面で奥谷はここまで体重があるからカーブもそれなりに曲がるね。カウントワンボールツーストライク、投げました、打ちました。あ、そうか、水鳥行った後、おお、いい、一塁はセーフ、右バッターボックスは4番、マジか、おお、怖い。投球これから2球目、キャッチャー丸を持ってるんだっけ、キャッチャー20丸を持ってるんだっけ、キャッチャーこそ持ってるからね、それはありがたいか、ピッチャーにとっては。大きく外れました、カウント2ボール、よし、落ちるボール、見逃し三振、まだ5回かやはりピッチャーって長いな。3塁に進められてるね。今日はここまで3打数1安打2三振、あれ水鳥だとささやきって普通にさ自分の特殊能力として持ってるんだっけ。投げました、こういうの怖いんだよ本当に、ポッテーンっていくようなやつ。カーブ、空振り三振、低めの変化球、ちょっとスタミナが切れてきたかな、8回で終わりそうだな。ここはなんとかしのきたい、ワンアウトだからね、まだこれは OK、引っ掛けた、金原取りました、左バッターボックスは7番、おいマジかよこれ波動、追加点のそしてスバルもまだ投げてる、これはもう自分で取るしかない点を、よし、そしてああ、碇くんね、すげえ頭してんな本当に、初球を打った、ファールグラウンド、乗りそうなんだけど何かがむしろ何か乗ってるよね、投げました、ホットケーキの上に、まずは決めてきました、ソニックライジング、投げました、見送ってストライク、さあ2ストライク、俺ソニックライジング持ちのピッチャーっていたかな、いなかった気がするんだよ。松尾、全くタイミングが合いません、スライダー、能力だけ見るといかにすごいよね、本当にカーブ7、投げた、神楽坂君もすごいけどね、これはちょっと、あれ、だいぶカーソルがずれたな、自責点2がついてしまった、33か、やはり試合での経験点が全然違うな、騎馬とか、試合経験点 5% ついててこれだからね、これはダブルタックプラス騎馬の。ポイントがもらえると、あーしまった、コンノちゃん全く見てないわ、やばいぞコンノちゃん、これ残る練習で確実にコンノちゃんを追っていかなくては、いないいない、メンタルで回復をさせて、コンノちゃんを追わなくては、もう早めになデートが終わっちゃったっていうところが痛いな。で、ピンチャンでいきましょう。で、経験点がちょっとあるんで、スタミナ最後で投げ切ろう。球速も150に乗っけよう。お待たせ。さあこれから。いきなりか。波動、先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で、そう、130キロのフォークで決まったストライク、結構早いよね、投球これから4球目、148キロ直球、空振り三振、バッティングセンター行くと多分ね、もう一番初心者のやつしかできないですね、あれって多分もう70キロとか80キロだよね、それでも打てないからな、本当すごいよね、フォークボール見送ってストライク、これはよし大丈夫、やべえの切って入れられてるし、自動失点ね、悲しいよね、リョンって何、まあ、ワンダーがさ三国志とかやってるけどさ全然わかんないんだよね、まあ、別にワンダーの動画を見てるわけじゃなくて三国志が全然わかんないっていう、郊外って知らん、投げました、低めのボール引っ掛けた、ライトバック、やばい、これはやばいぞ、ヒットを放ちました、波動、なおもピンチ、マジか、抜いてくるか、関連タイムリーヒット、波動、なおもピンチが続きます、
関羽とか関羽とかあそこら辺はね、なんか聞いたことある、まあ、関羽はさすがに知ってる。簡単にツーストライク追い込んだ。関羽の関違うんだね、漢字が。てかみんな多分漢字がちょっとずつ違うのかな。カウントは2ボール2ストライク。打ちました、ファール。投げた、よし、すげえいいとこに威圧感持ってんのかい。そうそうも威圧感持ってんのか。すげえな。第9投げた、打ちました。第2球投げた、打ちました。そりゃスタミナゴリゴリ削られるわ。これで3アウト。ヒット1本とかさ、ヒット今2本だからね、こっち。ピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で関羽、第2球もうどうにもならんわ。ストライク。第3球を投げました。よし、オッケー。アウト。モローカ。でまた関羽が。威圧感の関羽よ。第9。スタミナ。フォークボール見送ってストライク。やっぱりだいぶ減ってるね。投げました。よしよしよし、これはオッケー。モローカ。攻撃ようやく来た。稲城くんもうこれ強振でガンガンでやっていこう。これは入ってくるか、入ってくるよね、シュートが。第3球このストレート、いやー無理だ、負けるわこれ。いやまだチャンスある、やべ、チャンスバツだけどお前にかける。よし超えた、2塁までいけないか。いやここをさあ、いよいよ最終回、ここを抑えて最後の攻撃に全てをかけるか。アクロイカリも変わってるしね。少し迷ったか。ソニックライジング、インコース高め、いい感じだ。これはちょっと1球外そう、上に外して、でもう1球外そう、これはで上の方に見せて、でフォークを落とすと、これで完璧じゃん。打たれるし、普通に打たれるんだけど、これなんていうの、与党っていうの。これが4度目のバッターボックス。落としてで、もう対角線よ、対角線、コンピューター相手なんて対角線でいいよ。カウントで上の方にスライダーをちょっと入れていこう。投げました、高め、ボール。怒り守って結構さ、なんかカーソルがずれる感じがするんだけど。落ちるボール、あと1球どうよ、このソニックライジング。郊外、郊外内安打持ってるのか。内安打とかも結構怖いんだよね。投げた、見送ってストライク。まずは決めてきました。そもそもさ、ストライクから入るのも投げた、あんまりよろしくないと思うんだけど。軽く追い込んでまいりました。でもストライクはね、欲しいからね。投げた、よーし、落として決めた。ボール球でした。さてさてさて、9回の裏、水鳥からか。これは塁に出ていこう。先頭バッター水鳥、打ちました。よし、フェア。水鳥、羽原も普通に打っていこう。初球を打ちました。 OK、 あれ切れたんかい。しまった、これスピッチだ。わー、危ねー。これ誰、これ早い人だ、早い人、足がパワー C あるけど絶不調か。よし、とりあえず同点。これはもうマジで普通にいこう。 OKOKOK。 いやー、なかなかの激戦だね。で、あとコンノちゃん、コンノちゃん、マジでコンノちゃんどうにかしないと。あと1回ね、練習ができるだけでいいんだよ。ここも美味しいけど、美味しいけど、いない、いねえよ。最後は無理やりコンノちゃんを追いかけるか。マネージャーキャラってそんな頻繁に出てこないからね。ここもピンチャンでいきましょう。また筋力やったの。これスタミナさ100になるね。あとなんか特殊能力取っとく。対左、なるべく筋力と、あ、闘志、もっと闘志、威圧感、闘志で消せたよね、確か。火中も取っとこう。ここら辺があればもうちょっと違ったんだろうな、さっきの試合とか。まさか威圧感持ちがね、2人続くとこは。お待たせ、カマカリだ、来た。カマカリも嫌だ。よし、いいところに来た。投球はこれから3球目。一つ外したボール。カウントは1ボール。カーブをすげえ際どいところに投げるけど無理。最後は伝家の宝刀。バッターは4番ブブブも強いんだよな。そう。ストライク。まずは入れてきました。イベキャラとしてはさ、全然使わないけどさ、能力的には高いからね。もうどんどん打たれんなこいつ。ヒット何本打たれてる。
二塁キャンパスの横取りました。ツーアウトランナー。大体さ、普通の高校生から考えるとさ、この能力でも全然強いでしょう。150キロ投げてさ、フォーク4とカーブがあるんだよ。低めギリギリいっぱい。てかやばい、めちゃくちゃボールが先行してる。強すぎでしょ。大体ニートエースとかさ、たくさんいるけどさ、どういう高校生たちなの。投球はこれから3球目。なんかどこかのさ、パワープロでさ、こうプロ野球チームと戦うみたいなのが最後あったけどさ、結局プロ野球選手のさ、能力ってこうサクセスの人に比べるとそんなでもないじゃないですか。だから全員絶好調にしてなんか調整してたよね。これはノーアウトか。一発狙うのは全然あれだと思うんだよね。しかし押し、まだ攻撃は続く。1球打ち持ってんな。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球投げた。これは入ってくるけどちょっとカーブは無理。第3球を投げた。ボール、完全なボール球。カウンター2ボール1ストライクです。さあ4球目。そう、もうちょっと落ちるか。波動で負け越しのピンチです。強いね。ミート B パワー C 走力 C とか。投球これから2球目。打ちました。ファーストこれは守備範囲内。モロ、さてまたノーアウト。金井くんいいんじゃないか。打撃系の能力がバランスいいね。第2球投げた。シュートはボール。カウントアンボール1ストライク。矢部くんが出てるからな。ストライク。バッター追い込まれました。本当にこいつらストレート投げてこないよな。投げた。打ちました。いい当たり。センターの。とりあえずよしよしよし。さあ追加点。ここから水取り。普通に打ってこう。ミートを開いてこう。サードフライに倒れて。うわあ無理だ。ただここで犠牲フライを打てれば点追加ができる。一球外します。ここでウエストしてくるんだ。なった。どういう意味だ。第2球外れた。なんで。第3球あれか。投げました。スクイーズを警戒してるのかな。浅い浅いけど。おお大丈夫だ。波動、追加点。そしてピッチャー結構頑張ってんね。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で水戸打ちました。スライディングキャッチ。いい動きをする。波動、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面。余裕が生まれたからな。諸岡目。波動、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で。いやおかしくはないんだけど、そういうもんだからパワープロは。左中間を抑えた。ホームは田中にレフトへの犠牲フライ。おお、別にピッチャー変わってもね。これはいったでも。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。さすがスタミナエースだ。頑張るね。投げました。外角低め。ボール。慎重に攻めてきます。投げました。空振り。第3球を。二球種で。投げました。来てるからな。コース低めいっぱい。ストライク。フォークはちょっと一回落とそう。投げた。見送らない。ボール。これは完全なボール球。カウント2ボール2ストライクです。そう、戦いがね、こう上になってくればなってくるほど全然ボール球振らないからね。空振り三振。2者連続三振。代打は稲垣。第9。お、でもなんだかんだで投げ切ってんな。フォークボール見送ってストライク。せめて投げ切りたい。投げた。2球目空振り。第3球を落とす。よし。空振り三振。稲垣。全くタイミングが合いません。抜けるか。ニクラヒットを放ちました。バッターは2番菅沼。最後の最後に来て今日はここまで3打数2安打。こいつバント職人だし。ストライク。伸びのあるストレート。内角低め見送ってストライク。これを落としてボールにする。よしよしよし、振ってくれた、ありがとう。とりあえず決勝まではさ来たけどさ、こんのちゃんよ、こんのちゃん、マジこんのちゃんやばい。いや気合を入れるのもいいけど、今野ちゃんを追いかけるお前はいるか。いた。 25% 25% やろう。今野ちゃんを追いかけたら怪我をした。そしてやる気がやばい、下がってしまった。もうこれは全員操作でちょっとサクッとやっちゃおう。いやー最後のな、今野ちゃん失敗したのは痛いなー。っていうか全体的な経験点どうなんだろう。今現状の経験点がいくつとか全然わかんないっていうかさ、
虹たらに完封されたな。まあいいよなんか最後もう怪我してさ、モチベーション下がったから。36ポイント。いや投手難しいよ本当に。ドラフト的にはまあ1位は取れたと。でまあもちろん先発にして、もちろんも何もさ登録はしないんだけど。で今野ちゃんは多分経験点、多分っていうかもうこれくんないから、そもそも40そりゃそうだよね。やっぱり井戸端って結構厳しいね。2人の評価を戻すってなるともっと厳しくなるんでしょ。いやそれ考えるときついよな、ガラスのハート。で最終的にまあいくらが見込めるかっていうのも分かるからね。6500か、まあ、今野ちゃんがあったとしてもまあ7000はいかなかったか。やっぱりそうすると野手だな俺のデッキでいくと。もう能力とかもいいんで登録もしませんと。で特にマックス経験点は前回から全然更新できてないんで、この通りですねと。繊維からあぶれ出ましたねもう一回やっぱり更新しないと、きついかなというところで、まあ、投手はね難しい、本当に難しい。まあ、自分のデッキもそんなにすごいのが組めるわけではないので、まあ、今後はずっと多分サクチャレ中は野手でやっていくと思います。というところで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。